皆様こんばんは。引き続きワールズ2017セミファイナルデイ1の模様をお送りしていきたいと思います。さあレボルさん、落ち着きましたか？まずはちょっと興奮しすぎてコード引っ掛けちゃいましたからね壊しちゃったかと思いましたけど大丈夫でした？あの休憩中にですね、照明のコードに引っかかってこけそうになり、その照明がバンとまあ落ちましてですね、あ、これはブラックレボルで今日は一日放送するんじゃないかというね、つなぎ直したら大丈夫でしたね。あ、大丈夫でしたね、はい、まあまあまあ良かったですということでそんなアクシデントもまあありながらのここからゲーム2に入っていきますが、いやー、ただ今度は SK テレコム T1 はどうやらブルーサイド選択、そしてメンバーチェンジはないようです。まずはブルーサイド、レッドサイド両方とも同じメンバーで戦ってどうなのか、そしてブルーサイドでドラフト勝ちできるのかどうかという点が非常に重要だと思います。なんといっても今大会勝率の非常に高いガリオとトリスターナを取れたにもかかわらず勝てなかったというところは結構ドラフト苦しくなりますからね。これガリオ取ったとしてもマルズハールを出されてしまって苦しい、さらには RNG はシェンとコウキというトップとミッドの組み合わせ、そしてダブルテレポートにすることによってガリオの存在感を中盤から一掃できるというような戦略を持っていることから、 SKT としてはちょっとガリオ取りづらくなったという点も挙げられますよね。ただ渡すのもダメですよそうなんですよね、シャオフはガリオを非常に得意としていますからね。そうなるとバンですか？せざるを得ない。ただブルーサイドは SKT にとって、まあ、ドラフト特にファーストバンのところでかなり有利なのかなという印象がありますが、さあそのドラフトどうやら始まったようなので見ていきましょう。ブルーサイド SK テレコム T1、 レッドサイドはロイヤルネバーギブアップです。ジャーバンからどうやらこの本日の試合ではジャーバンは見れそうにないようですね。MLXG 警戒されています。そしてカリスタ、まあ、1戦目2戦目までのところは準備してきたドラフトを互いにぶつけ合うという形になっています。ここでの勝利というところからまたドラフトの流れが変わっていくというところが予想されますね。ジャンナもバンです。まあ、通常ブルーサイドにジャンナをバンされてしまったレッドサイドはルルのバンで返していくという流れが多いですが、ただロイヤルネバーギブアップはその通常をしなくていいチームでもあります。ソラカという手がありますからね。ロイヤルネバーギブアップとしてはこのレッドサイドでカリスタとジェイスはもうマストバンだと思います、はい、そして残り1枠をルルに使うのか、はたまた違うチャンピオンに使うのかですね。 SKT はトリスターナをバンしました。さあここからラストバンです。ロイヤルネバーギブアップ、ザヤをバンする率というのがここまで非常に高いですが、どうやらセジュアニをバンしてバンフェーズ1がまずは終了しました。 SKT はザヤからカン取らなければなりませんが、ガリオ、これザヤラカン取れますよ、渡しますね。ただこれ取るかと言われるとウジがザヤを嫌ってラカンのみにするという可能性はありますね。そうですよね。さらには先ほどのトゥイッチ非常に素晴らしいプレーでしたからトゥイッチを選択するというのもありそうですが、まずはラカンを抑えて、ただこれロイヤルネバーギブアップとしてはちょっと予想外というかザヤを抑えてガリを欲しかったというようなところも見えますよね。さらにはここでグラガスを取らないとジャングルのティア1のジャングルが消えてますからね。先ほどはグラガスをバンされましたがトゥイッチを優先しました。やはりザヤラカンのコンビは使わないようです。そしてここで SKT としては、まあ、ザヤを取る必要性はもうなくなりましたから、他のチャンピオンでもいいですしグラガスを抑えておくというドラフトですね。さあグラガス、あとは AD キャリーを抑えておきたいですかね。バルス、ここもまた序盤から仕掛けていくという構成になりそうですね。先ほどの1試合目と同じように攻める SKT と、そして序盤は耐える、そういった RNG の構図になりそうですが、ただバルスはあまり今大会いい成績を収めてない印象があります。そしてガリオに対してマルザハールですね。ここ SKT としてはトップレーンでシェンやナーをバンしておかないとガリオがトップレーンに行くスペースというのもなくなってしまいます。さあどうするか、まずはバンフェーズ2に入りました。
しかしジャングラーもバンしておきたいですからね。ここのバン SKT 非常に難しいですね。どちらを優先しますかね。まず1000は必ずバンしなければならないですね。そして残りの1枠をジャングラーに。ティアの高いジャングラーって何か残ってますか。レクサイぐらいですかね。そうですね、レクサイ、あとは MXG が使ったという点ではリーシーンですか。バルスに対してリーシーン当てていくとかなり、バンからすると大きなプレッシャーを感じると思いますから、レクサイよりもリーシーンの方が確かに良さそうですね。そしてここタリックバン、いやオリアナバンですか。トップガリオというのも一つ警戒してますね。さあオリアナをバンしてラストバンです。 SKT チョガス、トップレーンをかなり警戒してますね。レッドミーがやはり、まあ、先ほどの試合でも MLXG が育ったという点がありますが、その期待に応えますからね。通常あのマッチアップ試合大きく負けてしまいますが、的確にシールドを相手のバーストのタイミングで張ることによってダメージを取ると負けてませんでしたからね。そしてここでは、まあ、ジャングラーを抑えておくという形多いですが、なお先出し、先出しのなーです。これカウンターチャンピオンいますか。まあ、懸念が挙げられますが、懸念ぐらいですよね。カミールもカウンターといえばカウンターではありますが、ただスキルマッチアップに近いですよね。スキルマッチアップに近いですね。確実性にはちょっとかけます。ただロックして、おーレオナ、ミスミッツの魂がやはり SKT には流れているようです。これ立動レオナだったら面白いぞ。面白いですけどね。そしてここでジャングル、レクサイ、リーシン、まあ、リーシンの可能性が高いですが、リーシンの方が良さそうですね。ディスエンゲージチャンピオンがまずいませんからね。そうなんですよね。おー、残った、残った、とんでもないドラフトになりました。これはあれですか、ギガバイトマリンズへのリスペクトですか、RNG は。そういうことだと思いますよ。ということはスワップしてレベル6を優先すると。まさかそれはまあなーですから、トップレーンがウェーブクレーンのそこまで長けているわけではないですから、スワップはしないと思いますがいやー、もしかしたら自信がなさそうですね。ミッドレーンに名を置いて序盤最初サイドレーンにマルザハールを出すという戦略もなくはないですからね。あー、なるほど、マルザハールのウェーブクリアをタワー下であれば、はい、ウイルスが、まあ、連鎖していきますからね。あー、レボルさん、チーム構成で揃いましたが、いやー、アーデントセンサーとは何だったのか、そしてティアワンジャングラーとは何だったのかやはり面白いですね、こういった大会は。そうですね、短期大会となると、まあ、進化していきますからね。さらにはメタだけではなくて相手のチームに対するターゲット、そして特殊な戦略というところも出てきますからね。ただちょっと気になるのが、まあ、ノクターンがどういった形で作用するかですね、はい、SKT としてはもう序盤からボットサイドから仕掛けていって、そしてそのアドバンテージを生かして敵のジャングルへ入っていく、つまりノクターンの序盤の弱いファームのタイミングと SKT が強い時間帯というのがちょっと被ってしまう中で、 MXG はファームできるのかどうか、そして MXG といえば序盤はガンクしていく、そういったタイプです。ファーム系のジャングラーではありません。もしくは相手のジャングルに入っていくプレイヤーでもあります。さあワールド2017セミファイナルデイ1、ロイヤルネバーギブアップ VS SKT SK テレコム T1 のゲーム2スタートです。さあキーストーンが私は非常に気になりますが、トップサイドへ4人で走ってますよ。会場からは大きな RNG コールが聞こえてきます。 MXG がトップサイドから、まあ、ジャングリングスタートさせることによってフニへのプレッシャーかけていくという選択ですかね。ステルスで入ってますよ。これはフックショットで逃げました。最初のスキルフックショットを取らされたというべきでしょうか。立動レオネですね、やはり。ということはあ、そうですね、バンも立動ですね。これもう打ちつぶしですよね。そうなりますね。レーンフェーズのところでレベル1レベル2のところで勝っていくという選択ですね。いや、完全にミスフィッツの戦略ですよ。これで苦しめられたんだと。確かあの試合以降日本サーバーにおけるレオナのサポートの中での勝率が5位まで上がったという話を聞きましたそれはもちろん立動を選択してだと思いますね。 OP チャンピオンが発見されてしまいましたね。
されてしまいましてね、今の日本サーバーはガリオが暴れているという話も聞きましたけどね。あれはとんでもなかったですね。あれはとんでもなかったですね。ちょっとあれはやりすぎたということで速攻でパッチが入ってましたけども。ただここおっと取るんじゃないか、取れたか、いや取れなかった。ここ押さえたの大きいですね。ブランクきっちり全てのラプターを抑えることに成功しました。これミンが1体ディナイするような形のレーンの状況を作りましたが、ディナイしきれてるかどうかですね。経験値のロストを狙った動きをしてましたかね。してましたね。体力を使ってミニオンウェーブを受け止めてました。さあそうすることによって、まあ、ミニオンの攻撃が1箇所に集まってロストすることができますが、おっとちょっとフニがかなり強気ですね。そうですね、体力の有利取っています。やはり序盤、まあ、ノクターンのガンクのプレッシャーは全くないですから、レーニングに集中することができますね。さらには今回、ブランクはボットサイドからジャングルスタートさせましたから、早い段階からフニはトップサイドのポジションを取ることができた。一方でレッドミーはおっととんでもない動きしてませんか。フェイカーレベル2ですよ。ミンがここにカバーにいます。スリーマンダイブです。バンもいます、ブランクもいます。テレポートを使用してキャンセルです。これはシャオフのテレポート、タリアのような動き。フェイカーガリを使った時よく見せますね。ただ早いですね、明らかにこのトップレーンへの RNG のプレッシャーというところをミッドジャングル、まあ、この2名で返していこうと。つまりはこのトップレーンのマッチアップのところでフニの有利というのを確実なものにしようという選択ですね。おっとメガです。レッドミーとしてもトップサイドのカバーというところ、あれだけ手厚く SKT を行っているというところもあって、まあ、積極的なダメージのトレードというのはちょっと難しくなりますね。かなりプレッシャーを受けますからね、ああいった動きというのは。さあそしてボットレーンでは押し込めています SKT。 そしてここからウルフのレオナがどういった動きするかですね。まずはスクライアーブルーム MLXG の位置を確認しました。ワード置きましたがコントロールワードですぐさま対応です。まずはレベル6目指したいですかね、ノクターンは。そうですね、やはりアルティメットの有無というところは相当影響違いますからね。ここからあとはウルフのイグナイトというのも含めてもうレベル3になってます。スキル3つ得ていますから仕掛けていきたいところですね。ただですねこれテレポートでミッドレンですね。フェイカーはレオナといえばディスインゲージスキルは全くないわけですから、まあ、守るスキルは全くないわけですから、これラカンミンからしてみても仕掛ければそうですね先手を取れば問題ないんじゃないかという考えもありますが、バンを狙えばいいですね。さあコントロールワードを置きました。そのままブランク入っていきますが、ここもワードで視界は得ています。 RNG 宇治が強気、テレポートの準備もしています。ピンは出しましたがフニはテレポートしませんでした。今のところ宇治とミンがボッツサイドからプレッシャーをかけ続けることによってかなりこうワード置いてないよと見せるような動きではありましたが、相当リスクのかけた動き続けますね。捕まえました。ウルフどうする、いいダメージが入ります。これレオナのダメージだけですよね今の。そうなりますね。とんでもないダメージですね。まあ、戦いの立動命令であれば、スタックは2つずつ溜まっていきますから相当なダメージの上昇を見込めますが、ちょっと珍しいですね。オーシャンギリギリです。オーシャンドレイクを優先するというのはかなり珍しい。これはレーンフェーズのところを重視しているからこその動きですね。こういった早いタイミングの場合オーシャンドレイクの有無によって体力のトレードの方法がまた変わってきますから、オーシャンドレイク持った方が有利になっていきますということを考えると SKT としてはこのレーンフェーズのところでまず確実にアドバンテージを作っていきたいというふうに考えてますね。なるほど。そしてボットレーンはもうバーストダメージでキルを狙うようなそういったレーニングの状況ですから、届きました。もう一度ここはクレンズを使用しました。ステルス中ですがヒールまで使います。サマナースペル4つダウンです。ウルフのイグナイト、さらにはバンのフラッシュが落ちましたが、サマナースペルは確実に SKT がイール作ってますね。 CS 差がもうすでに20大きく離れています。
さあこの SKT というチームですが、残っている4チームの中で一番平均してラストヒットを稼ぐ率というのが高いチームでもあります。しかし一方で15分までのところのグローバルゴールド常にマイナスであるというところもありますから、この序盤どれだけアドバンテージ広げられるかというところが重要ですね。そして今回もアーデントセンサーはありませんから、レイトゲームは RNG の方が AD キャリー同士の対決に限れば有利ですね。それまでに壊さなくてはいけないというか、自分たちのなんて言うんでしょう、ワールズでの課題を克服しようとしているような、そういったなんか取り組みにも見えますよね。この試合はここまでのところミッドレーン以外すべて SKT がファーム勝ってますね。ただしジャングルはいやノクターン早いですからね。早いですからね。自陣のジャングル確か回ってるだけでセカンドバフを取る前に6になれるチャンピオンです。そうですね、レベル6になっています。それに対してブランクレベル5、仕掛けるとしたらボットレーンですね。ただミンの体力は半分を切ってますから、非常に仕掛けづらい。さあどうする。ただフェイカーもカバーそこにいますよ。 MLXG 当たりました。いいダメージがいきなり入っている。フィアも入る。ただしここはブランクカバーです。シャウフ合わせるのが若干遅れました。フラッシュインからファーストブラッドバーン、まずは狙い通り勝ってきましたね。ここからボットを中心として SKT としてはレーンのコントロール、そしてジャングルのコントロールを狙っていきたいですね。ここからスノーボールしなければいけない構成ですからね。ウルフアルティメットは温存できています。さらにはイグナイトがあと半分ほどでクールダウンが上がります。ただしこれ RNG としては確かにまあやられてはしまいましたが、まあ想定通りだと思いますね。1キルぐらいはと。そうですね、それほどまでに強いんですね。やはりアーデンセンサーのありなしというところの影響は大きいですし、さらにはまあ1試合目でも見せたようにマルザハールという存在が集団戦においてガリオに対して大きなプレッシャーにかかっていくというところもありますね。そして今回 MXG が、まあ、彼かなりチャイニングスマイト大好きですが赤スマイトなんですよね。まあ大好きですね。大好きですよね。 よく買いますけど、ただこれ視界がないんですよね。そうなんですよね。さらにはボットはやはりレオナの方が先に動いていくというところも考えるとちょっと難しいような印象もありますが、もうモビリティ購入しましたからね、ウルフは。これでボットレーンだけではなくミッドレーンにも動けるような状況になっています。ケガルの連鎖からソーラーフレア、さらには CC チェインで、いやー、ただあと一発が届かない。ミンよく逃げました。そこからのブランクダイブもできるでしょうが、ウジはケアしている。テレポートは2枚あります RNG。 いやしかしボットサイド側に MXG とショーフ寄ってますが、ただフェイカーもいますよ。そしてフェイカーのアルティメットがありますね。ウジもアルティメットある。どうする。フニのテレポートがないというところをどう判断するかですね。ああなるほど、ミンはかなり体力低い状況でリコールギリギリまで我慢していました。そうですね、やはりトッププレイヤーのテレポートの差によって SKT としてはだいぶのセットアップできませんでしたね。まあここは助けられたというべきですかね、宇治は。そう言えますね。もう一度仕掛けに行くか。さらにはフニもいい状態のレーニング続けているようです。さあここから仕掛けましたが、ボディスラムで追撃はさせないか。いや追撃できる。さらにはフラッシュインからのネザーグラスプット、ちょっと宇治が今ミスりましたかね。なんとか1キルは返しましたが、1-1のトレード、ちょっと間違えてブラストコーン使ってしまいましたね。さらにはフニのテレポート、ここはダメージは足りませんでした。1キル同士の交換となっています。これはちょっともったいなかったですね。もったいない。そうですね、まあ1-1のトレードになっていた可能性は非常に高い場面ではありましたが、一応フラッシュも使わずに済ませてはいますから、そしてトップレーンのテレポーターのアドバンテージというのが生まれました。アニジとしては悪くはないですね。リプレイです。ここからですよね。そうですね、これどうでしょう、アルティメットの貫通によってブラストコーンが発生してしまいましたか。オートアタックの対象はグラガスにしていたんですが、その対象との延長線上にブラストコーンがあったので、はい、ブラストコーンが
の対しに対して大田中が乗ってしまったと。これどうなんですか。いやーまあ貫通ですからね。まあ確かに判定としては間違ってはないんでしょうが、ちょっとかわいそうではありますね。そうですね、宇治もびっくりしたでしょうね。あれ殴ってないんですけどみたいな感じだったと思いますが、結構なんでしたっけ、ラムスとかだったら Q のコロコロ中にオートアタックできなくて一回モーションをキャンセルしなくてはいけないとかいうのがあって、それ修正されたっていうのもありますからね。ありましたね。今後ひょっとしたら変わる可能性もありそうですが、さあゲーム時間12分というところです。グローバルゴールドでは1400ゴールドほど SKT が、勝っている状況。そしてドレイクもまたしてもオーシャンドレイクです。これボットサイド側に対してプレッシャーかけていく、対して RNG はトップレーンのフニーに対してだいぶ狙ってますね。狙ってますか。 MXG のアルティメットが上がっています。ボットレーンのタワー、ファーストタワー獲得は SKT トップレーン。ただフニーも警戒しています。フックショットはきっちり最大距離を生かして逃げ延びている。その間にオーシャンドレイク、ただこれもう RNG としては渡していいという判断ですか。そうなりますね。対して SKT としては2つオブジェクトを取ることによってオブジェクトのアドバンテージを取り返そうとしますね。これトップレーン割れないですね。いやこれただ取っておかないとまずくないですか。まずいと思いますが、レイトゲームまで RNG は耐えようという判断ですね。なんといっても今回、まあ、バルス・レオナ、そしてイグナイト持ちという相手に対してウジがバリアではなくクレンズを選択しているということがあります。連戦だけを見るならばバリアの方が明らかにいいんですが、途中1-3-1の形になった時にミッドレーンを、まあ、ウジが任されると、そしてミッドレーンのウジに対してエンゲージされて CC で捕まえられてしまうというところに対してクレンズを持っておくことによってカバーしようと、うん、さらには本来であれば殺傷を買わなければならない1300ゴールド無駄に持たなきゃいけない部分をこのクレンズによって1300ゴールド分を、まあ、温存できるということもあります。どれだけファームのところ負けていたとしても装備を追いつけるようなそういった選択を取ってますね。さあもう一度レートゲーム、そして自分たちの得意な集団戦に持ち込めば勝てると踏んでいそうです。ただし SKT はゲーム1の、まあ、プランの練り直しがうまくいっているようですね。序盤の有利まずは取れています。今回、まあ、狙いのピックであるレオナがしっかりとはまってますからね。そしてオブジェクトのアドバンテージもしっかりと取れています。ヘラルドのコントロールまでも渡してしまうとなると RNG はさすがにアウター3本これで狙えますからね。そうですね。そして何といっても SKT を相手にレイトゲーム構成を狙っていくというところの、まあ、何でしょう、度胸というかまあ真の強さというか。そうですね、まあ、同郷の EDG がめちゃくちゃやられてしまいましたが、そこを見ても勝負できるというハートの強さありますね。メタクソっていう表現をいいですねいや1万ゴールド差返されたあのシーンはもうちょっと他に形容しようが、まあ歴史に残るというね状態でしたからね。さあトップレーンへのプレッシャーを強めています SKT。 フェイカーがかなり動いています。そして今回レッドミーはブラックリーバーにラッシュではなくて相手の、まあ、1対1のところをコントロールするためにフローズンマレットから買ってきましたね。これはもうレーンのコントロール取るためと。そうなりますね。あとは気になるのは MLXG が次のアイテム何を買うのか。まずはウォリア買いましたが、ブラッククリーバーですかね、それともヨウムですかね。ウォリア行くんだったらヨウム行きたいですけどね。ブラッククリーバーだと死んだハルクとかの方が相性いいじゃないですか。そうですね。ただクールダウンが 20% 手に入るというところ、アルティメットの回転数を増やせるというところは大きいですが、カウンターでボットのファーストターン狙ってますね。まあ、非常にクールダウン長い変更が入りましたから、フックショットからのエンゲージ狙うのか。ただここはメガゲージ状態がありますが、テレポートでこれフェイカーはタワーを守る判断です。フラッシュインからのナーを決めて、そこにパラノイア、なんというワンモンコンボ。英雄氷で守ろうとしても守れません。フェイカー 1V3 タワー下ですが、フラッシュアウト、いや、そして生き延びる。1キル取ったらフェイカーだ。さあそこにウジここだよから待って、ボディスラムを見てからだ。さあヤッハーを使いながらロングレンジで殴っていきます。あと一発届きません1-1のトレードです。ボットのファーストタワー守れました。そしてミッドのファーストタワーに対してバンがアプローチをかけています。これはトレードという点ではトータルで見るとトップのファーストタワーも破壊したところを見て SKT の方が有利なトレードですね。
ここで1キルだけで済ませておけば非常に面白かったんですが、あ、避けようとしてるんですね。まあ、ウォーリアーエンチャントですから、そして、タワーのダメージというところがミニオンでリセットされていませんでした。非常に痛かったですね。やはりヨウムですね、 MXG。 あ、もしくはどうですか、ダスクブレード。あー、確かにありそうですね。必ず発動しますから。そう、そうですね、確かに。さらに言うと一応視界を消せるというところですね。そうですね。ただチェイス考えると確かにヨウムからの方がいいかなと思いますが、まあ気になりますね。あとこれバンはウィッチエンドですか。そのようですね。マルザハールのダメージというところを相当警戒していると。そしてウルフは懐かしいですね、ルビーサイトストーンに強化してこの後フェイスオブザマウンテンに行くのかも気になります。まあ、そうなる可能性が高いと思います。というのもやはり MXG とシャオフのこの2名のバースダメージ非常に高いですから、フェイスオブザマウンテンのアクティブのシールドというところはかなり強力ですよね。あとはソラリも購入してこうシールドで耐えていくような戦い方になりますかね。そうなると思います。そしてミッドのファーストタワー、これはアレンジ捨てて、そしてカウンターでトップに入ろうとしましたが、しっかりと、おーっと、仕掛けてですね。ケガルの連鎖当たってはいますがステルス状況です。ウジ前に出ていく、バンを狙う、俺に夢中からのノックアップ、英雄降臨でこれは守りますが、ウジはずっとダメージを出しているが、おごりだ、入っている、これではダメージ出せません。さあ1キル獲得は SKT、 そして横からのここはフニのエンゲージですが、ネザーグラスプ、さあタワーダメージを大量に当てている、ウジはもう一度ダメージを出して1キル獲得ですが、21のトレードの状況か、ただし体力は有利なのはこれは RNG だ。さらにはこれレッドミー来るか、フラッシュはありません、これ以上追撃ができない。さらにはフェイカーはバックラインを止めていました、その間にただレッドミーがマイカー、なんと言わない、当たってトリプルキルはレッドミー。フェイカーはこれキャリー打りを止めていたんですが、レッドミーがバックラインを壊していました。1-4のトレードです。今3000ゴールドほど SKT が勝っていたんですよ。今もまだ勝っています。RNG コールがこれは沸き起こるでしょう。いや、やはりこの集団戦におけるシャオフのワルザハールのサイレンスであったり、あとはトゥイッチのステルスを生かしたミンのアルティメットのエンゲージが真っ先にバンに届いたことが非常に大きかったですね。その前のところでボットレーンの2人組アルティメットを使った後だったわけですから、反転されてしまった時に集団戦の流れをコントロール非常にしづらい、そしてコントロールするために、まあ、フニが強引にアルティメットを使って入っていきましたが、タワー下だったので、まあ、ゲームの集団戦の流れというのをコントロールしきれませんでしたね。さあリプレイで見ていきましょう。これはもう一度見たいでしょう。ここで2つアルティメットを使った後です。もう CC がまず2つなくなりましたね。そしてここからの反転に対して、ここでグラガスのアルティメットもあって、ディセンゲージの通路がこれですでに SKT は全てなくなっています。なんとかプニがコントロールするために入っていきましたが、タワー下でしたし、さらには宇治がハリケーンにラッシュしていたというところもあって、エオイダメージわずかではありますが増えていたという点も大きいですね。いや、しかしここ、うわブラストコーン初めて見ましたね。完全に打ち落とされましたね。このタイミング、ミンのアーデントセンサーが完成しましたし、はい、そしてレイトゲームは集団戦は RNG の方が有利です。ここは SKT 勝ちきれないと失速していく可能性高いですね。さらにはですね、レッドビーにキルが入ったことによってブラッククリーバーの完成が早まるわけですよ。これフニとの 1v1 ちょっと今有利なのレッドビーなんじゃないかなとも思うんですが、そうですね、ダメージトレード見ていきましょうか。やはりレッドビーの方が勝ちますよね。そうですね、このカミールというチャンピオンは、まあ、パッシブ発動しているときオートアタックすれば相手のダメージが多い方の物理シールドもしくは魔法シールドどちらか貼るわけですが、長の場合 W が3発目入ると魔法ダメージの割合ダメージも入るのでシールドを貫通していくというところもあって、一方的なトレードをされてしまうとカミール非常に脆いんですよね。つまり仕掛け続けなければならないわけですが、ミニナーというよりもメガナーの時の方がまだ戦いやすい。そうなんですよね。あのトランドルがナー対面で戦う時のやり方ですよね。これブラッククリーバー完成しますし、ちょっと
苦しいですね。ラバナスハイドラ船は行くようですが、それでも足りない。そうですね、足りませんね。ブラックリバー完成しました。そして集団戦においてプニがこれだけ柔らかいとなると、ダスクブレードです。 MXG サイドレーンの1対1の状況に対して MXG は簡単に介入できますから、フニはレーンのコントロールこれ取りづらいですね。というかこれ船にシャウフを当ててシャウフのネザーグラスプスが入ってる間に MXG が飛んでくるだけでキル取れますよ。取れますね。そしてそういった形取ってますね。これおっと入りましたね。一瞬です。これですよこれ。ちょっと減り方がパラノイア俺に夢中。ネザーグラスプ3枚のアルティメット使用してのピックアップです。やはりここはどうでしょう、やはりフナティック戦を思い起こすようなゲームのコントロールをアレンジは取ってますね。それに対して SKT としても単純な1対1を作るのではなくて、バランサイドにプレッシャーをかけて、今コードのリードというのを生かして、パースパイクのリードというのを生かしてプレッシャーをかけていっていますが、あとですねレボロさん、確かパラノイアってマップが暗くなるのでテレポートが使用できないんですよね。そうなんですよね。アルティメット使った、パラノイアが発動した後だとテレポート使えません。そうなるとですね、ただしフェイカーが使うガリアの英雄降臨はプレイヤー指定なので指定で飛べますよね。しかし味方の位置が見えなければ撃てませんから。いや一応味方の位置は見えますか。ただちょっとこのパラノイアの存在がダブルテレポートに刺さってますよね。まあ、刺さってはいますね。ちょっとどっちだったかちょっとド忘れしてしまいました。自身の視界しか見えなくなるようになるデバフが付与されますから、サッシュを買わない限りはこのダブルテレポートというのは活かせないですね。そしてサッシュというのがシャオフに対する、確かアイコン右下のプレイヤー画面だと、はい、アイコンで確か飛べた、それがパラノイア中も可能かどうかですよね。そうですね、これサッシュを買わないとフェイカーまずいですね。まずいですか。先ほどからそうですが、シャオフのマルザハに対してサッシュというのは効果的です。さらにはパラノイアの存在、テレポートというのがちょっと封じられてしまう可能性も高いですからね。さらにはミッドのファーストタワーを先に破壊して、はい、そしてミッドに押し込むことができているにもかかわらず、トップも押し込むことができていないと。おっとこれ言っていいんですか、MLFCG 誘ってましたが、パラノイアから仕掛けてフラッシュアウト、フラッシュインで追撃してフィアを当てていきます。そこにレッドミー追撃、テクステックアルティメイタムで外に出しての英雄降臨。フニは生き残って1キル拾いそうだぞ。 SKT 拾いました。フェイカーシャットダウン、そして後ろからブランク、 MLXG 逃げようがありません。最後は足のおごりじゃで2キル獲得、 SKT です。ミッドレンで、ただし俺に夢中から仕掛けますが、ここもテレポートでカバーに入ってくる。さらにはソーラーフレーで止めている。シャオフ追撃、さらにはアルティメット打てませんでした。フラッシュまで使用したのに打てませんでした。これでボットレーンのところフニの装備間に合いますし、ボットのセカンドタワーかなり削れますから SKT 有利ですね。いやウルフよく守りました。ソーラーフレーをディセンゲージに使えるというのがやはり素晴らしいですね。そしてバロンに触りました。さすがに渡す判断難しいと思いますが、ウジどうする。アルティメットはない、フラッシュは残ってはいます。ケガルの連鎖、ここはステップで避けました。テレポートをバロンピット内に使用しています。さあレッドミーが来た。レッドミーは非常に育っているぞ。ただしバロン獲得は SKT、 ここからが大事だ。ただしあ落ちた、バンが落ちた。ウジのまたしてもワンショットから、そしてステルスで逃げていきます。ミンがカバーしていますが、シャオフはただし完全にここは孤立してしまった。2キル獲得は SKT、 フニがダブルキル獲得です。フックショットで追撃していますが、ウジのリコールは間に合いそうです。これはトータルで見ると SKT3 キルです。バロンも取りました。なんとかこれスノーボール成功させたと言えると思いますね。ボットレーンでやはりあの仕掛けさばいたのが大きかったですかね。大きかったですね。タワー下まで呼び込まれてしまったという点ですね。フックショットを見てから入ってはいったんですが、その後レッドミーがちょっと遠かった、間に合わなかったというところでダメージが足りませんでしたね。いやー、ダメージトレード、タワー下で勝ったのはフェイカーです。物理防御のアイテム、フローズンハート、そして忍者旅、さらにチェーンベストまで買ってますから、 MXG のダメージが通らないですね。さらには魔力ダークシールのおかげで124ありますね。10スタックありますから。これウジのどうでしょう、ラストイスパーの派生アイテム完成させないと集団戦でフロントラインから溶かしていくというのはまずできないですね。
コントロールワードによって宇治の位置取りが分かったんですね。なるほど。ここまでのところ、まあ、ボットサイドの、まあ、ガンクのアクションで RNG が有利取れなかったというところから続いていった SKT のコントロールですね。さあ、さらにはインファーナルドレイク獲得は SKT です。ガーゴイルストーンプレート購入しましたが、フラッシュインからスタン、ソーラーフレアのコンボを狙いましたが、レッドにジャンプ間に合っています。ただし囲まれては何もできません。最後はバンのキルです。ここから一気にインヒビタータワー SKT としては破壊していきたいですね。インヒビターまで取りに行きたいですね。113のような陣形を取っています。テイカーをミッドレーンに置いて、これトップもボットもカバーできるようにということですかね。そうなりますね。RNG どうする、さあ仕掛けるか、それとも1本は渡すか。いや、フェイカーがむしろダイブしていく。 MLXG が非常に柔らかい。その間にフニがトップレーンのインヒビタータワーを破壊することに成功しています。 RNG 守るタワーが3本、全てのレーン守らなくてはいけません。トップのインヒビター捨てますね。 RNG 捨てますか。さあ、トップのインヒビター獲得です。そして SKT は一旦下がります。これで1万ゴールド差、大きなアドバンテージです。レイトゲーム RNG が強い構成といえども、さすがにここまで差が開いてしまうと苦しいですね。いや、フェイカーメジャー購入しましたよもう倒されることはないだろうということですよね。これそうなりますね。さらには宇治のラストウィスパー、ダガを購入してたんで心配してたんですが、ロングソード購入してるところを見ると、ラストウィスパーどうやら購入しに行きそうです。ちょっとラストウィスパーがないとダメージ通らないですからね。おー、フニにブルーバフを渡していく。アルティメットの回転数ですかね。もしくはどうでしょう、レッドミートの 1v1 で勝ちたいということですか。そうなりそうですね。次のバロンで SKT としてはバロン周りですし、断線作ってそして勝っていく、もしくはバロンを取ってそこから押し込んでいくという展開ですね。トップレーンのインヒビター破壊しているというところもありますから、ミッドボットにプレッシャーをかけ続けて、ボットのインヒビターをバロン周辺のアクションの前に破壊できると、よりコントロールしやすい状況と作れますね。さあ、その状況になりそうですが、 RNG はエンゲージを狙っているような布陣を取っています。レッドミーのゲージ管理だけをしてエンゲージタイミングを見ますか。いや、ただバレました。さあ、宇治がここで合流。いや、ただこれも仕掛けないとまずいですよね。そうですね、トップただ、まあ、MXG であればアルティメットで間に合いますから。あー、なるほど、上をクリアしながらと。この状況であれば耐え忍ぶことは可能ですね。しかしダイブはしませんか。いや、狙っていくと思います。フェイカーが使うガリオがいますからね。さらにはグラガさんアルティメットという存在もありますし、 SKT としてはだいぶ狙いやすいと思いますが、ただしダイブはやはりリスクでもありますが、どうするか。バンがタワーを狙いに行きます。あと少しで削れる。そしてフェイカーがダイブのような形、ケガルの連鎖、クレンズフラッシュダウン、ソーラーフレアを避けました宇治。ただしこれでサモナースペルがなくなった。ウルフのソーラーフレアです。そしてブランクがエンゲージして、わしのおごりじゃ手前に引き寄せて、さらには前に出た英雄降臨フニに合わせていきます。そこではフェイカー、さらには宇治は捕まっている。ヘクステックアルティメイタムの中、宇治ダウン、ついにダウン。 SKT が飲み込んでいきます。一気に2キルです。泉に逃げようとしてますが、ダメージが足りませんか。さあ、これで3キル、もうネザーグラスプもありません。 SKT ゲーム1の流れ、悪い流れを断ち切りました。それはやはりこのウルフのレオナからでしょう。ゲーム2、勝利したのは SK テレコム T1 となりました。序盤のところから仕掛けていく構成でブルーサイド1勝取れたというのは大きいですね。ここからSKT はこの戦略を続けていくのかどうかというところも今後の展開気になりますが、ただ RNG としても序盤のリードを相手に渡してもいいから、中盤のところでゲームのコントロールを取って、そして耐え切ってアートセンサー、トゥイッチというのを生かした集団戦レートゲーム戦っていこうという選択を取ったんですが、まあ、ボットレーンのあのダイブですよね、1対1のところに対して MXG が介入していくというところで耐えられてしまったことによって
まあ、ゲームの流れが一気に SKT に傾いていったというところもありますから、まあ、五分五分に近いようなやはり印象でもありますね。もうなんかなんて言うんでしょうね、ブルーサイドがここまで両チームとも勝利しているというところを見ると、 RNG の方がまあサイドの選択権という意味では一つ多いような状況にもなってますから、ちょっと気になりますよね。そうですね、気になりますね。ここのところをどうするのかどうか。あとただドラフトのところで、はい、SKT が、まあ、ちょっとジャンナをバーンして、そしてまあガリをファーストピックしたというところでザヤラ間のプレッシャーをかけていきましたが、今回 RNG はザヤラ間使うことをちょっと拒みましたよね、うん、あれだけ OP と呼ばれているコンボを使わなかったというところを見ても、ちょっとボットレーンのドラフトのところで SKT が一つきっかけをつかんだような印象もありますね。あ、仕掛けたからこそザヤピックしないんだという、分かりましたからね。これで宇治はザヤをピックしないというのが分かりましたから、1戦目のところでRNG サイドがブルーサイドでザヤバーンしているというところを見ても、ドラフトのところちょっと SKT としては、まあ、一つ突破口が見えたのかなというような試合でもありましたね。 BO5 のドラフトってそういう感じにも使うんですね。例えばこの OP だからやっぱりやばいから消しとこうとか、そういうのではなくて見てみようみたいな、まあ、この場合であればザヤラ感 RNG はやらないだろうという情報も一つ持ちつつ開けてみて、そして実際使わなかったであればもうこのシリーズはザヤラ感見ら相手がピックすることはないだろうというような判断もできますよね。ただそれを覆してピックした場合ってどうしたらいいんですか。そうなんですよね、そういった選択も RNG は持っているということも一つ警戒しなければなりませんが、ただレオナがブリッツクランクは効かずレオナが効いたというところもありますから、ボットレーンで SKT としてはまあプレッシャーかけ続ける選択を今後続けるのかどうかというところもやはり注目のポイントになりますよね。ブリッツが効かずレオナが効いたこの要因って結局何だったんですかね。どうでしょう、やはりまあレオナの場合アルティメットによるエンゲージが非常に強力ですよね。一方ブリッツクランクの場合フック一つ、あとは一応フラッシュインからのノックアップもありますが、その2つ、一方レオナであれば3つ手があるというところの手数の豊富さという点は大きいと思いますね。あとどうでしょう、あのミンがジャンナではなくて今回ラカンだったということでシールド付与するのにこう前に出なくてはいけないチャンピオンというのもまあ要素としてはありそうですかね。そうなると思いますね、まあ、ラカンは攻めることには長けていますが、うん、守るという点では、まあ、ジャンナと比べるとやはり劣っていますから、そういったところの点も挙げられると思いますね。さあそれではゲーム3まで一旦インターバルです。一度失礼いたします。